アブデルネーダーは、エジプトアレクサンドリア出身のバスケットボール選手。NBA のフェニックスサンズに所属している。ポジションは、SF、SG。イリノイ州スポーキーのナイルズノース高校時代は、平均23.8得点8.6リバウンド2.8アシストを記録するなど、同州のスター選手として活躍。大学は、北イリノイ大学に進学。 二年生時の2012から13シーズンに平均13.1得点5.6リバウンドを記録した後、アイオワ州立大学に転校。NCWA の規定により2014から15シーズンからの出場となり、最終学年の2015から16シーズンは平均12.9得点5リバウンドを記録した。 ネイダーは2016年の NBA ドラフトでボストンセルティックスから58位で指名されるも契約までにはいたらず参加のメインレッドクローズに送られプロキャリアを開始。そこでネイダーは40試合の出場で平均21.3得点6.2リバウンド3.9アシストを記録し2016から17シーズンのウバットルの MVP に選出される活躍を見せた。 ウバットルで実績を残したネイダーは、2017年7月14日に、ボストンセルティックスと4年600万ドルの契約を結び、念願の NBA 入りを果たした。フェニックスサンズ2020年11月16日、ケリー・ウーブレ・ジュニア、ィッキー・ロビオ、タイ・ジェローム、ジェーレン・レック、2022年のプロテクト付き第1巡目、指名権との引き換えに、 クリス・ポールと一緒にフェニックス・サンズに移籍した。2021年1月11日のワシントン・ウィザーズ戦にてシーズンデビューを果たした。2021年1月28日のゴールデン・ステート・ウォリアーズ戦にてネーダーはシーズン最高の16得点を記録し、チームは114から93で勝利した。レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。